オーベン。いないよ。まだ起きてたんだ。ピアラの包帯変えてたの。もう歩けるなんてびっくり。スカーはしぶといから。なんで喧嘩してんの？なんだよクソったれ。お姉ちゃんを見捨てるわけないだろ。レブが町に残るって。オーウェンがサンタバーバラに行こうって誘ったの。すっごく応援っぽい。とっくに説得してるのかと思ってた。私も一緒に行くつもり。あなた抜きならね。え？子供を使ってたぶらかそうとしても私にはわかる。別にたぶらかしてなんか。アイザックのお気に入りが急に収支替えしたわけ。オーウェンは関係ないってよく言う。私だって正しいこと。あんたは最低の女。昔からそう。付き合ってられない。あの子たちを救いたい。なら疫病神はさっさと消えることね。いい T シャツ。ねえ、泣いてるの？腕はどう？うん、今朝よりはだいぶマシ。レブは来るの？時間をあげれば。そう。探すの手伝ってくれない？感情的になってるの。いいよ。こっちに行った。レブ、レブ、お願い戻ってきて。サンタバーバラ行くの嫌がったんだ。母親のこと心配してるの。私たちのせいでひどい目に遭うから。そんなにまずいの？今は自分のことを心配すべき。母親はどうなるの？時として子供が犯した罪は親が責任を取らなければならないんだけど、信心深い人だからきっと心配ない。助けることはできないの？あの人を連れ出すのは無理。たとえレブでも。逆にレブに何かするかも。レブ、レブ。あの子、これ見たかな？サメ好きなんだ。サメは好きなのに海は嫌いなの？打ち解けたんだね。死への恐怖を共にして絆を深めたってやつ。勇敢だったって。あの嘘つき。聞こえた？レブ、レブ。レブ。何考えてるの？あの子ならお母さんを説得できるんじゃない？あんな姿見たらきっとあの子を絞め殺そうとする。どこまで聞いてるの？
本当にちょっと。あんたの仲間があの子のこと、リリーって。私はずっと、なぜあの子が掟や風習に疑問を持つのか、わからなかった。あの子が、どう感じているか、説明してくれた時も、絶対に誰にも言うなって言ったの。そのうち、目を覚ますだろって。しばらくは平気そうにしてたのに、ある日男みたいに頭を剃ったの。自殺行為。それで逃げたの？最初は怒鳴り散らして殴った。ほんとバカでしょ。ねえ、それじゃこうしよう。レブが好きそうなものを探すの。ほら。どうしてレブはそんなことしたの？頭剃るなんてさ。先週ね、あの子、村での役目を与えられたの。あの子は兵士になりたがってた。でも長老のうちの一人に嫁げって言われて、そういう風習なの。かわいそう。サンタバーバラはどこ？カリフォルニアにある。カリフォルニアはどこ？まずここがシアトル、それでここがサンタバーバラ。私たちの島は？小さくて見えないけど、この辺だね。すごく遠い。うん。よかった。